それでは第15試合 MMA キッズルール35キロ以下3分1ラウンドを行います。青コーナーフリーダムアットボス所属くもりたけるー。赤コーナー R ブラッド所属クリタ試合目の挑戦となります。さあ一方気合十分栗田選手が赤いヘッドギア。さあ前半最後どんな面白いことを見せてくれるでしょうか。さあ両者ハイタッチをしてそれでいきましょう。ファーストラウンドファイト。さあ3分1ラウンドになります。さあいきなりさあ寝技倒し合いがぶり合いになった。さあ上にいるのが身長が5センチ有利な135センチ、33キロ10歳のマン選手した140センチ、31キロ、11歳の栗田選手。さあ一方青いヘッドギアが130センチ、31キロ、9歳の久森武選手。本日2試合目の試合となります。さあこちらの試合も寝技の攻防となります。両者のポジションからどのように動いていくか。さあ一見地味のように見えますが、お互いに少しずつ動いて相手の関節、そしてウィークポイントを狙っていきます。さあどういうふうに自分に選んだポジションを取っていくか。Thank you.
お名前お願いします。はい、栗田歩です。栗田選手です。しぶとい試合でしたけれども、いかがでしたか？結構倒せえなって思った時があったんですけど、なんか相手の足腰とかが強くてあんま倒せなくて、判定も微妙だったんですけど、勝ってよかったです。勝って嬉しいですね。一番誰に伝えたいですか？やっぱり友達とか親です。お母さん今日は来てますか？はい、来てます。これからの目標はどうですか？教えてください。これからはまだ一人とかにしか勝ってないので、トーナメントとか出て、まあ、優勝したいなと思います。これからも頑張ってください。ありがとうございます。栗田選手でした。